写真の一番大切なのは食いたり吐いたりする掃除の行為らしい。へえ。それが苦手で写真にはなれない。しかもツルツルに綺麗にしてもいけない。あ、そうなんですか。こう落ち葉を残しておいたり、その単に綺麗にするじゃなくていい感じに綺麗にする。本当にピカピカにするって感じ。ピカピカにするとね、怒られるんだよ。あ、ダメなんですか、ピカピカは。だから、そんなね、世の中ピカピカにできてないわけですよ。自然なくらいに落ち葉を残しとくみたいな。残しとくみたいな。完全に綺麗にしては。アポプロダクション前からって。そうですよね。じゃあ、あれいつできたんですか、カフェタンジェール。前の失業の時。前の失業の時。模作者の本棚を崩してる時に、うん、本棚なんで、ね、本棚で看板を作るっていうのはちょっと大きな。で、ラバンデリアで、カッティングマシーンを買って、それで、世界堂で、これを買ってきて、なんか今日、血まらなく感じてやるっぽいね。やばいですね、ちょっと。黄色。あまり平日の昼間に黄色を着せばかまわない。やばいな。わかんない。なんか今日、取られるから RL の気持ちで行かない方がいいかなと思ってわざとこうしたい。どうぞ。まず行くんだろうか。あ、気になった。このパートの気がするか。でもあれはスーパーの社長さんちで小林サンペストア、サンペストアの社長の小林さん。ここから僕の家が一瞬見えるんですけど、立ち止まらないと見えないから立ち止まると結構怪しい。そこ、カバーを作りたいんですね。あの、うん、泥棒の風呂敷の唐草の森とか、うんうん、ああいう風呂敷ってデパート行けば売ってるのかな。最近おしゃれな風呂敷ばっかりで、ね、クラシックなのがあんまりないかも。どこに売ってるんだろう。生地買ってきてやっぱ寝ればいいんだよ。住宅街とかならないけど公園に出るともう歩きながら。本当に？
車の写真撮影を見たら I remember the day I fell in love with you. Though I tried hard to hide it, I thought you always knew. We were both in the same conversation.乾杯。いただきます。茶の湯のいいところはさ、完璧なものは何もないって、こういう壊れたものに価値を見出すっていう、ポジティブシンキングだ。これがまた、割れたドクロっていうのもいいもんですよね。かやちゃん、ごめん。